こんにちは、翔太です。今日もグラクロやっていきます。今日はですね、試練の塔第11層ヒューゴやっていきたいと思います。まあ、ここはですね、毎ターンごとにヒューゴっていうか敵の攻撃力上がっていくっていうギミックになってます。で、朝ミリじゃねえや、闇メリでちょっとやっていこうかなと思います。闇メリと、エスタロッサか、エスタロッサカウンター使ってっていうところと、あとメラスケラの不死っていうところを、まあ、使ってやっていきたいかなと思います。で、半年ぐらい前に11層の動画出してるんですけど、その時はね、朝メリ構成でやってたんですけど、まあ、今回は、せっかく闇メリいるんでね、闇メリ使っちゃおうかなと思いますって感じでやってきますと。で、毎ターンごとに攻撃力上がっていくんで、まあ早く倒したいって感じっすね、やっぱり。うん、って感じかな。で、まあフルカウンターもあるんで、まあ、フルカウンターも使っていきつつ、あ、やばい、あ、まあやばくはないか、不死つくんで、まあ、やばくはないんだけど、まあとりあえず必殺はもうエスタロッサで、エスタロッサにかぶってもらうと。で、不死の間、エスタロッサが、なんていうんですか、あれ、まあ、タゲがね、エスタロッサに行くっていう感じで、倒していきたいですね。で、まあ、これで不死つきます。で、闇メリ、お、やばい。お、おい、やばいよ。危ねえ。危ねえ、危ねえ、危ねえ。これちょっと事故るよ。やばい、やばい、危ねえ、危ねえ、危ない。いや、これ危なかったな。これは闇メリちょっとやられちゃったら、ちょっと、ダメでしたね。危ねえ。まあ、なんとかギリ耐えていく。で、まあ、必殺じゃねえや。フルカウンター入れてね。危ないよと。で、まあ、必殺入れて、あ、やばい、カウンター来ないね。そう、これ毎ターンごとめちゃめちゃ強くなっていくんで、攻撃が痛いんでね、マジでこれで耐えていかないとマジやばいっすね。あれ、ちょっと待って、フルカウンターなくねえかと。フルカウンター来てほしいですね。札がないんでね、ちょっとこれやばめですけど、まあ良きでしょう。まあなんとかいけんじゃない、わかんないけど、まあ、とりあえずのどうしようかな。まあ端っこ削りたいよね、左ね、向かって左。ただこれいける、行ってもらって、 OK ナイスで、まあこれで左端はやっていく。で、攻撃は全部エスタロッサに行ってほしい。まあ不死なんでね、せっかく。オーケーオーケーオーケー、いってるいってる、いいよいいよ、ナイスナイス。これがいってんだ、マジで。こう不死ないとマジ死んでるかんね。で、まあ塔はどうしよっかな。これもうカウンター入れとく、入れとくか、フルカウンター入れとくか。オーケーオーケー。で、メリオダスのステータスも爆上げしてもらって、で、ここで必殺ぶち込んでいく。で、これでメリオダスの必殺も溜まってるんで、惜しみなく使ってジジイかな。ここで、お、あれ、6万入っていく。で、これで、いやー、あれ、ちょっと待って、あ、危ない。最後メラスキュラーの2発でジジイと。危ねえ、ギリー。まあなんとかこれでクリアできますね。よかった。やっぱこうカウンターとメラスケラ
の組み合わせがここは必要なのかなっていう感じっすね。攻略するには、あ、危なかったな、事故るとこだった。まあこれでなんとか一発でクリアみたいな感じっすね。でそうっすね、デスピアスはサブで入れて、まあこれクリティカル防御 30% 減少ってやったんだけど別にいいかな。デスピアスじゃなくてもいいかなと思いました。はい、という感じで今日は試練の塔第11層やってみました。